はい、それでは社民党党首の記者会見を始めます。今日は何といっても組閣が行われた日なので、その、第2次岸田内閣発足について一言申し上げます。何とネーミングをするか、不適材不適所内閣、適材適所という言葉がありますが、これに不をつけて不適材不適所内閣、これなぜこの人がこのセクションという、やっぱりそれがあまりよくわからない人が多いんじゃないでしょうか。そもそも、正直言ってあまり業績がわからないということもあり、不適材不、適所内閣で、ある意味岸田首相による岸田首相のための内向き延命内閣というふうに思います。国民に向かってどういう人が必要でどういうことをやっていくかっていうよりも、重要なところはそのまま続投させて、自分の政権の安泰にして、そしてその新しい人を、派閥の論理やそういうことで入れてですね、そして安定を図るというふうに思っています。そしてもしかしたらこれが最後大臣になるチャンスじゃないけれども、もう待ってくださいました、あなたが大臣ですじゃないけれど、派閥に気を使ってですね、それでもう大臣にしていくと。ですからこれ、今回の組閣でこういうメッセージを国民に向ける、こういう改革をするんだっていうのは何も伝わってこない、ですから岸田総理の岸田首相による岸田首相のための内向き延命内閣、一つは、これでいつでも解散総選挙ができるというふうに思っている面と、それからそれぞれにこう気を使って、この人今辞めさせると、麻生さん辞めさせられないよね、いや竹内さんもちょっと辞めさせられないよね、茂木さんも萩生田さんもちょっと辞めさせられないよね、そしてでも新しい人たちをこうやって入れて、派閥の人たちにはきちっと派閥、気を使ってこうやりますというメッセージであって、これで解散、いつでも総選挙はできるし、もう一つ来年の総裁選において自分を支持してくださいと、党内での、パワーバランスも配慮しながら安定政権を目指しますという、私はこれ岸田総理のための組閣であるというふうに思います。内向き延命内閣であると。だからこれで国民に対してこういうメッセージを出しますよっていうのが本当にこう伝わってこない、なぜこの人がこのポストなんですかというふうにも思っています。でどうでしょうか、マイナ保険証ですごく問題になって暴走し、問題が起きている河野大臣は続投です。汚染水の放出をまさに約束破ってやっているの、西村大臣も経産大臣続投です。そして朝鮮の人、中国の人、まさに虐殺の記録は政府内にありませんと言っている松野官房長官も続投です。そして戦争する覚悟とまで言った麻生副総理も続投です。で高市さんは通常国会の中でまさに政治権力による介入で極めて問題になりました。河野大臣、高市さん、松野さん、そして、西村さん、みんな続投であると。そして、党の、ところもですね、まさに、萩生田さんも、それからというか、麻生副総理ですね、戦争する覚悟とまで言った、麻生総理、副総理を辞めさせないということにもあります。ですから、不適材、不適所内閣、岸田総理の、岸田首相総理による岸田総理のための内向き延命内閣だというふうに思っています。全くこう何か新しいもの、組閣をこれだけしたにもかかわらず何か新しいものが出てきたっていうふうにはあまりこう思えないっていうのは極めて残念です。で女性の閣僚が5人になったことは良かったと思っています。ただそれぞれ実力がある人だとは思いますが、5人のうち3人は
誰々の娘っていうか世襲なんですよね。やっぱりそれも自民党政治が相変わらず世襲で、女性についても5分の3は世襲ですから、世襲で成り立っているというふうに思っています。まあ、それから、2年強の就任期間で16名死刑執行した上川元法務大臣が外務大臣であると、これも外務大臣と EU は死刑を廃止しておりますし、世界も死刑執行を死刑存置国は55カ国でも死刑を実際執行している国はとても少なくなっておりますので、これは外交上問題とならないかというふうにも思っております。やはり河野大臣や西村大臣、高市大臣を続投させる松野官房長官もあれでいいんでしょうか。国民からこれはどうなのかっていう批判が出ても、例えばマイナ保険証で極めて問題を指摘されても続投させるっていうのがよくわかりません。その意味では骨格を残したまま、お待たせしました、あなたも大臣ですっていうための派閥と本人に対する自分を支持してくれという、そういう内閣になっているというふうに思っています。今本当に経済的に生活が本当に大変です。ジニケース格差拡大が過去最高、実質賃金は下がり続けています。年金も下がって、この間ちょっとだけ上がりましたが、年金も下がり続けて保険料は上がっています。インフレ円安、その中ですごくみんな厳しいです。内部留保は500兆円です。でもインボイスを11月に導入し、まさに免税事業者を、消費税払えという形でやるので、フリーランスの人たちは、あれ事業主は大変だという声を本当に聞きます。他方内部留保を500兆円貯め込んでいる大企業で、経団連の会長は消費税増税も選択肢の一つと言いました。でも今消費税上げたらまさに生活が本当に壊れてしまう、生活が本当に大変な中で消費税増税はありえないと、もう減税をすべき時だというふうに思っています。消費税増税は輸出大企業にとっては輸出戻し税という形で還付を受けるので、痛くも痒くも一切ありません。ただ庶民、逆累進制ですし、それからインボイスと相まって収入の少ない人にとってはとても負担増の税制です。消費税増税することで本当に生活が本当に大変になる、まあ、インボイス制度やそういうものはむしろ消費税増税のためにやるんじゃないかという人もいますけれども、方向が間違っているというふうに思っています。また軍拡大増税も違うでしょうと、公共サービスとしてやるところが違うでしょと、軍拡大増税で軍需産業と、それから社用産業たる原発を応援するのではなく、一人一人の生活、農業、中小企業、そういうものこそ応援をすべきであると、社会保障こそ応援すべきであると。だからこのあべこべ内閣の岸田内閣は打倒するしかないというふうに思っています。私は岸田首相は政治に関心がないんじゃないかというふうに思っています。あるいは自分が総裁をやり続ける自民党内政局以外には関心がないんじゃないかと、国民の生活、政治に関心がないんじゃないかと思っています。生活の危機、民主主義の危機、それから倫理の危機、汚染水について言っていたこと、約束したことを破って、理解がなければ、いかなる処分も行わないっていうのも無視しました。それから健康保険証は使いたい人は使い続けるようにやりますと言ったものも踏みにじりました。ですから倫理の危機です。そして戦争の危機、まず生活の危機、民主主義の危機、そして、倫理の危機、嘘つくなと、約束破るなと、それから戦争の危機、これをまさに引き起こしている岸田内閣には退陣しかないというふうに思っています。支持率不要のための組閣かもしれませんが、どこが新しいんですか、何をやろうとしているんですか、国民の方を見てないでしょうと、自民党内政局内向きの延命内閣でしかないでしょうと、だから結果として不適材不適所になっているのだと思います。
これが今日組閣になった日の私の考えです。以上です。社民党の談話は今お配りした通りです。文化放送の山口です、はい、まず四役についてなんですけど、はい、小渕優子さんが、はい、選対委員長に、就任されたことについてどう評価されるのかということと、それから、新閣僚中、まあ、今の挙手の発言にも一部ありましたけれども、11人新入閣ということになりますが、なんか新しさを感じないっていうのはどういうところにあるのかっていうのをもう一度ちょっと分かりやすく教えていただけますか。はい、小渕さんは、まあ、女性ですし、まあ、力のあるバランス感覚も大変ある方だと思います。ただ報道されているところによると、大臣を、まあ、子ども家庭庁など大臣を希望されたやにも思っています。ただやっぱりそのドリルでパソコンを開けたというようなことあり、そういう、まあ、疑惑やそういうことに対する説明責任もあり、やはり大臣にはできなかったのかもしれません。これは私はちょっと分かりません。ただ、まあ、選対委員長という重職を女性が担うことには私は個人的には歓迎です。つまり女性をもっともっとと言いながらも、やはり重要な役職には女性がなかなかつきませんから、選対委員長という重責に女性がついたことは評価できると。ただ、もう一つ、小渕さん自身は自分のかつてのその疑惑については明らかにまた説明責任を尽くすべきだというふうに考えております。そうですね。で不思議なことに、新しく入った方が11人いらっしゃるのに何か全く新しい感じがしないのは、多分やっぱりいろんな問題があったので続投じゃなくて変えるべきだっていうところが変わってないからということはあると思います。官房長官、それから高市さん、河野大臣、西村大臣、これは変えるべきだったんじゃないでしょうか。ですから、それが変わ、まあ、重要なところが変わってないために、あまり新しい感じがしないというふうに思っております。どうでしょうか。はい、なんか短いですが、よろしいですか。じゃあ、でも今日はまあ組閣でこのことがテーマでしょうから、今日はこれで記者会見を終わります。ありがとうございます。